ちは。こんにちは。携帯買いました。あ、さ、最新の。そう。あ、気分一新というね。いいですね。iPhone 11 Pro。 Pro、うん、使いやすいですか。まあまだ慣れてないけどね、うんうん、まあまあでも携帯はずっと使ってて、はい、で前の携帯は引退させて、うん、ね、新たな、あ、新たな道へと。そうだね、うん、新たな道へと言えば、言えば、うん、新庄さん、やったね。まず YouTuber への新たな道、うん、さらにまあ破天荒だよな自由人ですね。47歳だろ。あ、47なんですね。ぐらいだと思うよ、47、うんうんうん、で新たな挑戦だよね。そうですよ、うん、2つ今新たなこと挑戦してません。だから YouTube とでもまあまあ YouTube は YouTube で、うん、それはもう自分がプロへの道っていうかさ、復帰への道っていうのを、はい、まあ、動画で上げていけば、うん、皆さん興味があって見るかもわからないけども、うん、やっぱそれよりは47歳で復帰が可能かどうかっていうことだよね。すごいですよね。いや、まあその気持ちはすごく新鮮だし、うん、まあ、あの前に向かうっていうかさ、はい、それは新たな試みでいいかもわからないけど、うん、でも47歳でギリギリぐらいまでプレイした人がいるよね。例えば46ぐらいまで野手だったら、はい、ピッチャーだったら山本昌が、うんうん、あの何歳までかな、50ぐらいまで投げてたと思うんだけど、はい、初老だよね50って言ったらもうおじいさんっていうかくくりだからさ。あ、でもほら昔で言ったら初老ですけど、今の50代ってやっぱほらなんか若いじゃないですか。 そ、まあ、それなのかな、まあ、いいもの食べたり、若いけどサプリとか。まあまあそうだね、うん、まあ、だけどあの挑戦することは悪いことではなく、はい、まあ応援はしたいけど、はい、どうなんですか。ただいや本当に真剣に やんのかなっていう、なんかね、そんな時間あんのっていう感じがするんだけどね。なんか本人ほらあのサンドバッグにこう、うん、素振りバットでこうバットでね、はい、やったりとか走ったり。でもあれ 1,2 回ぐらいだったらできるよねあれが 100,200 やれって言ったら、うん、それはまあ47できついよ、うん、かなりね、うんうん、まあでも体力的にもどん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 上げていこうと思ってると思うけど、はい、どうだと思う。いや、その体格とか体力だけ見たら、うん、いやもう本当にすごいじゃないですか、うん、だからなんかいけるのかなと思うんですけど、でもそのいざじゃあプロ野球の今のピッチャーの球をバッターボックスで受けた時に、うん、それを打つその動体視力とか反射神経とかな、はい、それがどうなのかなっていう。あ、どうなんですかね。まあ、それは感覚的なものでさ、はい、俺はなんとなくできるような気がするんだよ、はい、見えるという、うん、でも筋肉がパサついてんじゃないかなと思うんだよね。そのパサついてるっていうのはだから、まあ、例えば、うん、走ったらすぐ肉離れ起こすとかさ。まあそうか、俺そういうのがちょっと心配なんだけどね。そうですよね。そのだって俺引退するまで肉離れってなかった一回も。おお、ね、すごい。それでまあ子供たちと、うん、一緒にサッカーやった時に、はい、初めて肉まられした。これが肉まられかって。もう動かないってか。いやだから、うん、まあ例えば食べ物とか気をつけるじゃない、うん、まあこんなに太ってるけど何も私に言ってない言ってない。お前目が訴えてたけどねそんなは太ってないです。いやいや、まあ初めてだったんだよそれが、うんうん、だから筋肉って衰えるだけじゃなくて質も変わってくるなっていうふうに思ったんだよね。年齢だったりとかそのともにってことですよね、うんうん、その肉離れした時何歳だったんですか。その時はまだ40代だったね。あ、でも40代でもやっぱり、うん、42、3かな、はい、うん、ぐらいに肉離れした、はい、初めて生まれて、うんうん、だから筋肉の質も変わってくるし、うん、だからまあそこら辺で大丈夫かなっていう。そうですよね、うん、まあまあ徐々にこう上げてって1年後でしょ、はい、でテストも受けるっていうんでしょ、はい、まあトライアウトとか受けるって言うけど、でも工業的に言えばよ、うん、新庄が復帰した、うん、打席に立った、うん、それだけでもお客さん入るよね。ものすごい入りますし、入るよね、はい、でキャラクターがもう立ってるじゃない。もう完全に新庄来たぜみたいないやすごいかんわーってなりますよ。だからまあ一つの勝負事をさておいて、はい、勝ということを考えると、うん、
やっぱそういう話も楽しいなと思うよね。そうですね、まあ、エンターテインメントとして考えるのであれば、うん、ただどこの球団取り行きます、まあ、お金に困ってるそうじゃないですか。だってそんな高くは契約しないでしょ。まあそうですよね、もちろん、うん、あれってあの契約するときって1年契約とかしかできないんですか、うん、半年とかそんな違うの、ね、いやまあ新たな だからまあ統一契約書っていうのは多分1年だろうけども、はい、でもなんかあったときには首を切れるってい う, あ そ, う, いう、まあ、そういう文言も入れとけばいいんじゃないの。豊さんがもしそういう球団側だったら、うん、新庄選手じゃあ取ろうってなったときにいくらであれしたいですか、年でも1年契約、まあでも1年間努力して、まあ、使ってもいいなと面白いなと思ったら1200万だな。おお、いやそれで 1打席立って1軍登録じゃないと立てないわけだな、はい、で1年経って、はい、そしたら1500万までいっていいんじゃない、うん、最低保障の、うんうん、1軍の、はい、そのぐらいは出してもいいと思うよね、うん、だって47歳で、はい、ね、うん、グッズも売れるでしょ。めちゃめちゃあります。だってもしかしたらその1年しかそのグッズ買えないかもしれないわけですよね。いやもう1年でいいでしょ。もう2年やろうと思ってんの。いや復帰するっていうのがすごいことで、うん、なんて言うんだろうな、うん、まあ工業的に考えるしか俺はないと思ってるけどね。そのメジャーだとその1日契約とかってなんかあるじゃないですか、まああるね、それじゃダメですか。それは日本はないの。いや1日契約でも契約書を作ればできるんじゃないの。できますか、うん、なんか年通してだとじゃあ どういう試合の時に新庄選手を立たせればいいのかなとか、うん、なんまあその出来栄えだよね、うん、例えばすごい競ってる試合で代打で、いやそれはさ、うん、力があって本当に打てると思ったら、うんうんうん、それは監督の判断で、はい、その立たすかもわからないけど、うん、まあそうは言っても、うん47で、うん、おそらく老眼も来てるしな。まあ打席に入って老眼は関係ないけど、まあそうですね、うん、遠いとこから投げてくるからね。近く行ったら消えるボールになってるとかさ。巨人の星、巨人の星、あらなんだ大リーグボール2号かみたいな。それ一人消えるボールじゃないですか。そうだ、うん、ね、人そうそう大リーグボール2号みたいな。そうなっちゃうもん、ね、そうですよね、うんうん、まあならないけどね、まあ、そかならないけど、うん、でもまあそういう身体的な老いっていうのが来てるわけじゃない。でもそれを復活するという本当にこう1年間そうやって体を鍛えてね。でも新庄見てると太ってもないじゃない。ある程度鍛えてきてるのかなっていうのは感じ取れるし、はい、でまあ新たにもう思い立ったらもうやめられないっていう性格だから、はい、だからまあ面白いよね企画としたらね。そうですよね、うん、いや私も実際見てみたいな打席にもしそれが可能であれば。でも俺が復帰するって言ったら、うん、ものすごく信憑性もクソもないよね。お前もうやめろみたいな。もうお前見たくねえよみたいな言われちゃうだろう。なんかどっか怪我したのかな。でも俺が鍛えててもこの体で減量してても、うん、なんか痛い感じがするよね。痛々しいって言うのに。あ、そっちのやつですか。いやだけど、うん、いや痛いって見るに耐えられないっていうですよ、ね、うん、いやだけど新庄だと、うん、なんかかっこいいじゃない。そうなんですよ。なんかやりそうな可能性あるよね、うん、俺全くゼロじゃない。そうですね。なあ、はっきり言って。はっきり言って。あれボタン取れてんの。お前出すなよ、お前炎上するから。違う、なんかこうやってやったらはち切れたらしいじゃん。そうなんですよ。それでこうやってパッこう伸びをなんかしたらポポンって落ちて取れちゃって、すいません、ほんとボロンと出すなよ。出さないです。新庄もびっくりするぞ。そうですよね。それには負けたって言われるぞ。そうですよね。いやいや、本当にね、まあただ挑戦の意欲、うん、そういうのはすごく素敵だなというふうに思うよね。そうですね。でそれなんか新たな夢でまた一つなんか頑張ろうと思える人生のなんか新たなその、いやだから世の中の人に対しても、うん、47って言ったらもう下降線と思ってるかもわからないけど、うん、でもこっからこっからっていうふうにもう自分を前に前に押していけば、うん、必ず若さって保てるし、そうですよね、うん、で違う発想も出てくるし、うん、だからそういうことから考えると、うん、なんか勇気をもらえる人っていうのはたくさんいるんじゃないの。新庄選手の今回のそうですよね姿を見て、しかもそこまでに至るまでに体をやっぱり怠けてなかったっていうのがすごいですね。
ほら、まあ、怠けてるかどうかは分かんないけど、うん、この体つきトレーニング、まあそうだよね、うん、なんか体型を維持してるからね。そうなんですよ、すごいよね、うん、やっぱかっこいいやつって、うん、自分がかっこ悪くなるのを嫌がるよね、うん、ですね。で長嶋さんもそうなんだよ。だから太らないように毎朝こう散歩したりだとかウォーキングしたりとか、うん、俺なんかどっぷり来ちゃってるもんね、里とかまあもともとそんなにかっこいいとかいうキャラじゃないから片岡にしたってそうだし、なんかどっぷりしてるよね。貫禄ですかね。でも豊さん一時期すごいダイエットしたりとかもしてたじゃないですか。あれはね、うん、ちょうどね50歳になる時に、はい、記念でやったんだよ、うん、あ、記念だったんですね、うん、自分が現役時代72キロだから、うん、あの時80ちょっとあったんだけど、はい、84ぐらいあったかな、うん、84、5あったな、うん、まあ、その頃からもう現役時代に一回戻そうと、うんうん、初老だし、うん、50歳だからね、はい、で減量したわけよ、はい、そしたらなんかスッとしたでしょ。いやすごいシュッとした。でもね言われるのが、うん、ちょっと体どこ悪いのとか言われちゃうんだよね。その年齢で痩せるとそう言われちゃいますよね、うん、言われちゃう。あ、それはあるかもしれない、うん、だからちょっとやめた方がいいなと思ってるうちに、うん、みるみるリバウンドってね。そして越していくっていう、越していくという、うん、もうやる気はないという、ね、もうないですか。今からちょっと減量して、うん、こうタンパク質取ってちょっとなんか腹筋なんかしっかり、まあちょっとね、うん、鍛えた方がいいな、これな。やりますか。じゃあ、いや、やらない。なんで、いやいや、ここの前で やるって言ったら絶対やらなきゃいけなくなるじゃない。そうです、だからここで言いましょう。いや、まだ言う勇気がない。まだないの。今もいろいろ忙しいんだよ。あ、いろいろね、いろいろ忙しいな、ね、そんなやってる暇がないわけよ、はい、うん、いつキャンプインするんですかね、じゃあ豊さん。そうだな、うん、俺復帰するって言っても野球以外で、うん、なんかスポーツって言っても、うん、やりたいのあります。ちょっとないな。まあゴルフはね、いくつになってもできるし、ゴルフは趣味でやってるからね、うんうん、なんかいいのないですかね。あ、ゲートボールなんかやってたら笑うだろう。いや、そんなことないです。アイスホッケーもう一回どうですか。いや無理でしょう。これアイススケートね、何でしたっけ、ワルツ、スケートアズワルツ、スケートアズワルツでバカにしてんだろ。いや、してないですよね、えやってたから。いや、まあまあ、うん、新庄ね。あ、新庄選手。そうそう、新庄さん、まあ面白いね、なんかね、うん、自分で自分を追っかけながら動画に上がってくると思うんだけど、うん、まあ楽しみもしたいし。そうですね、うん、まあ応援はどうなのかなと思うけど、はい、まあまあでもなんかそれなりの結果が出ること、うん、それなりの影響力が出ること、うん、それはちょっと祈りたいよね。そうですね、はい、新庄選手ならなんか、新庄さんなら何かちょっとやってくれるんじゃないかなっていう思わせてくれますね、うん、まあ期待感はあるけどね。ですね、うん、ちょっとだけね、ちょっとだけね。47な。はい。